上も行けるな。叩き潰してやる。ああ。違う、いや、お頭には、あ、違うか、近づけ、正々堂々、拙者が何を超えてきたか分かるまい。この先は倒産。あは、後ろです。あ、体力なかったわ。これ下が、下が、まだ息があるやつだぞ。長くは持たん。ここはアイテムか。お、所持数が増えた。止めろ、切り抜け。あー、いた。やばい、ダメージ食らいすぎ。お前、うん、見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。うん、それをくれ。もうちょっと押さんとダメか。どこ行ったんだあいつら。こいつ普通に出てくるのか。体力、体力。あいだ。やっぱ前が広い。ああ。絶対剣の方が攻撃早いと思うんだけどな。体力。オッケー。あ、ダメだ。いやー、これも飛び道具使うしかねえか。
いするなら今のうちじゃ。あは、近すぎた。オッケー。やられた、目の前で。ついた。待って、今かかった弓。あ、やば、体力が。あー、いいね。やば、槍の攻撃力。お前はここでしまいじゃ。やりやばい。こっからか。体力が。よっしゃ。こいつら、この先はどうだ。見えずれ、障子が。ああ、やばい、逃がして。ほら、残り寄せじゃ。あれ、どうやって防ぐんだろうな。やっぱタイミングよく剣振んのかな。ダメだ。まあ今のはひるんでたからだけど。いや、これ難しいぞ。ローリングか。あ、ローリングだな。今知ったわ。臆病者が。ダークソウルかよ。炎が大きすぎる。
他に道があるに違いない。誰もおらん。はい、トリプルキル。間違えた。あー待って、道じゃ。もうちょいや。どんだけ遠回りさせられるんだよ。もういいでしょう。おう、危な。おうおうおう、これ置いてんのは花火？ミサイル？やばいやばい、すごい。この時代のなんだろう、演出じゃないよな。江戸時代ってこんな光景 あんまり見たことないな。あの江戸時代を舞台にしたドラマとかでは。やっと着いたよ。こたびカゲロウは滅びる。終わりやで。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。弱さは捨て去った。二度と負けはせぬ。やっと分かりよったか。いざ尋常に。あ強い強い、むちゃくちゃ強いわ。やっぱちょっと待ってね。ちょっと待って、あっ強い。でも最初に一発かませんな。あれ？あ、違うボタン押してた。体力の削り方やば。ガード押してたわ。もうちょいだったのに。すげえ撃ってくんだな。俺も撃つわ。あ、やばいやばいやばい。その上げ下げやばい。
やめろ。やばいやばいやばい、振り向けない振り向けない振り向けない背中ズタズタ。マジで振り向けないわ。ガード。さよなら。弱き者よ。取るに足らぬ。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら、我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。うっそ。待って、そんな攻撃してくんの？これ第二形態のところからかな。あ、違うわ。死にます。やったけどな。やばい、熱い熱い。ずるいずるい。熱い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 。ずるいよそれ。もう他人に任せるやつ。なんか体力2つあるんだけど。ああ、やばい、これ一筋縄でいかんぞ。やばい、もう火使うのやめか。あマジで正々堂々と行こう。と言いながら使う。あ、間違えた回避と振り向き間違えた。つえ、うん、間に合え。あああもうちょいだった。あ、でもそうでもないな。少しも腕が上がって、はい、間違えた。強い強い。
その回避で後ろ 回り込めない時あるんだけど。我を煩わせるでない。あれ、ガードが難しいな。届かない。体力削れんの早すぎ。ちょっと体力回復させて。待って、ガードできない、ガードできない、あぶねしてくれる。あー、ガードできねえ。あと一発だったのに。でもまあまあいけるな、これは。諦めろ。なんで振り向いた？待って、立て続けにやめて。痛い。カゲロウ打ち取ったり。所詮は欲のみに突き動かされた罪です。され己は我の苦難を放ち、我
前は真の強さを得たのじゃ。我は己を優に超えようぞ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。過ぎしことにとらわれるなど愚か者のなすこと。見よ、ここに残るは悲しみと悔やみのみ。核のごとき義は飛躍の足かせとなろう。取るに足らぬ義など捨て、望みのままに進んでみよ。俺よりは俺に値するもののみを求めよ。クリア。めっちゃ難しかったわ。やっぱラスボスが一番難しかったな。エンドロールで終わりだね。あれ、続きからできない。ああ、なるほど。一回クリアすると一番難しい難易度が解放されるって確か書いてあったな。よし、それでは終わります。お疲れ様でした。